おぞうか。天保十二年八月十五日、松本三郎平の長男として、静岡県上東郡中内、田村二百十三番地に生まれる。文久三年四月十五日、西方村の貴様りもすけの三女、美雪と結婚。幕末の領主、井上島守が、金納の志ありて上落する際、松本も金百両を剣納し金納を誓う。 明治9年10月1日と、サブロー・の隠居に伴い家督を相続。一行、牧野原大地を開墾して、最新式の製茶工場を建て、製茶を始めた。明治22年4月、中内田村の初代村長となり、静岡を、製茶の一大産地都選ことを志す。明治42年12月1日死去。去年69歳。 現在もその徳を称える石碑が、王政教員の石段西にある。牛太郎の開墾した、牧野原大地の西の集落を、松本開墾という。なお次男は、政治家、思想家の松本君平である。長女の節子は、板垣大輔の着男保太郎に婚し満州国長春氏で隠しした。松本一平。 松本三郎平男男男松本玉音。松本牛太郎。松浦栄太郎松本定次郎石岡浩平松本三郎節越よっーと。ありがとうございます。